再現された昭和時代の学校給食2010年6月1日、学校で給食を食べる児童給食とは特定多数人に対して専門の施設を用いて組織的、継続的に食事を提供するもの。また、喫食者側からは給食とはその継続的に提供される食事のことを指すことになる。一般には学校等、福祉施設、 工場あるいは病院、寄宿舎軍隊、刑務所などで一定の特定多数人のために食事を供すること、あるいはその食事そのものである。一般の飲食店のように不特定多数に食事を提供するものは給食ではないとされる。高齢化社会において高齢者へ給食センターを活用しながら配達から回収まで給食、配給するという自治体も存在している。 給食は一般に調理作業の能率化、調理場施設における衛生管理や栄養管理が行われている。その反面、集団給食では献立を自由に選択することが難しくなるといった欠点もあり、思考調査などの調査が実施されることがある。また、現在ではカフェテリア方式なども普及している。給食という言葉の語源は、 古代日本の律令制における高等教育、官人育成を目的とした大学寮の設置に遡る。大学寮の学生は自家僧と呼ばれる学者見学生寮に住むこととなっており、大学寮から学生に対して給付した食事を給食と称した。日本での給食としては、歴史的には平常系での宮廷人に対するもの。 東大寺大仏殿建流の際の妊婦への給食、鎌倉時代の僧院におけるもの、江戸時代の小石川養生所での貧困患者に対して行われたものなどについて記録がある。ただ、組織的に行われた給食は、明治時代の宝石工場や軍隊での給食からであると言われ、1872年に官営と三岡製紙場において給食が導入された。学校給食、 病院給食事業所給食それぞれの歴史については各説を参照。給食は対象者によって分類される。学校給食病院給食事業所給食など。事業所給食には寄宿舎給食や研修所給食も含まれる。給食は1日の給食の回数によって一食制、二食制、三食制などに分けられる。なお、 配膳配食の形式については、より具体的には、学校給食、病院給食、事業所給食ごとにそれぞれ異なった分類法がある。給食対象者個人の栄養状態を把握した上で、給与栄養目標量の設定や予定献立ての作成が行われる。食材の購入、調理、保存がなされて給食が実施される。食器の選定給食用食器の素材には、 各種のものがある。栄養教育給食には、喫食の対象者を生活習慣病から予防したりあるいは病気を治療する上で望ましい食習慣を形成するための教材という意味もある。カフェテリア方式の給食において食事における自己管理能力の向上に資するよう、栄養表示や栄養に関する情報を提供することなどもこれに含まれる。 廃棄物処理給食は、残飯、廃油などを出すが、これを産業廃棄物として処理するのではなく、資源として再利用する動きが広がっている。残飯は、飼料として使われる例もある。食用油などの廃油は、バイオディーゼル燃料へ利用される。給食の実施後には、喫食者あるいは提供する側による評価がなされる。2009年10月24日。 学校給食のハイゼン風景学校で供される、給食を学校給食という。英語では、スクールディナーあるいはスクールランチなどという。また、ドイツ語では、シュルスプイさんという。日本では単に、給食といえば、この学校給食を指すことが多い。なお、国によっては反日制の学校教育が一般的な場合もあり、その場合は、学校給食が制度化されていないことがある。 日本では1889年に山形県の私立中愛小学校で学校給食が導入されて各地に普及したが戦争の影響で中断し1947年1月に再開された。それぞれの自治体の方針によってやや事情は異なるが基本的に下は幼稚園から小学校を経て中学校までが一般的で他に 定時制高等学校で給食が提供されている。特別支援学校では、幼稚部、小学部、中学部のみならず、高等学校にあたる高等部まで給食が提供されており、また、高等部を単独で設置する高等支援学校でも、給食が実施されている。近年、一部全日制高等学校においても、給食が開始され始めている。学校給食の発祥は、 1796年にドイツのミュンヘンで貧困学童に対して労働者の簡易食堂で食事を提供したことが始まりとされる。ヨーロッパではすべての児童に一斉に学校給食が提供される例は少なく保護者が学校給食の利用を選択したり家庭で食事が準備できない児童が利用できる制度の場合が多い。アメリカ合衆国の学校給食では 1930年代より、余剰作物の有効活用として、学校給食の援助がスタート。年々参加校を増やし、1946年には、学校給食法が制定され、公立私立問わず高等学校までのすべての、学校での給食がスタートした。アメリカの学校給食法の目的には、子どもたちの福利厚生を目的としたものとしている。一方、 農産物の消費拡大の一文が添えられているなど、農業国独特の側面も伺わせる。給食費は有料であるが、給食を全部、または一部の納入を拒否して、弁当を持参することもできる。保護者が低所得者である場合には、給食費は免除される。昼食場所は、都市部を中心に、下校や外食を認めている学校もあるが、多くは校内のランチルームで行われる。 宗教や心情的な理由から生徒が自由に複数のメニューから主食、副食を選ぶことができるよう配慮されている。外食産業の学校給食への進出も盛んで、宅配ピザのチェーン店が学校にピザを供給している例も見られる。だては近年まで必須カロリーをいかに補給させるかが課題とされてきたが、2000年代頃から生徒の肥満傾向が著しくなってきたこともあり。 栄養のバランスなども考慮されるようになった。政府は2012年から規定を改定し、カロリーや特定成分の過剰摂取を制限する一方、野菜や果物などの摂取を義務付けた。例えば、スパゲティとミートボールにガーリックブレッドといった組み合わせの給食メニューは穀物類が多すぎるという理由で禁止された。中国における大学の食堂は、 政府から補助金も受け取っており、市場価格よりも安く提供されている。また、中国は総人口の約2%をイスラム教徒が占めるため、豚肉やイスラーム以外の方法で処理された長寿肉を一切行い、精神食堂が大学の食堂にも併設されている。2007年の物価高騰による食材コストの増加が学校給食へも影響を与えている。 発展途上国においては子供が学校に行くことが困難な場合も多い。日々の食事が満足でない状況でお弁当を持たせて学校に行かせるようなことが難しいからである。また、発展途上国において子供は労働力でもあり厳しい生活を児童労働で埋めようとする過程もあるとされ、給食は家計負担の軽減から結果的に子供の就学も 促される効果が期待されている。そのため、国際連合世界食料計画では、学校での給食事業を行い、子供の栄養不良を改善し、さらには親たちにも、食事のために子供を学校へ行かせようと意識させ、就学率を向上させている。病院で供される給食を病院給食といい、医療給食とも呼ばれる。病院給食は患者に対して、 食事療法が必要とされる場合や療養が長期にわたる場合に入院生活をより快適にするという役割を持つ。病院においては食事療養と呼ばれ、療養の給付の一つとして行われる。病気の症状に応じて個々の患者ごとに食事の内容を変更する必要がある。そのため細かな管理が必要となる。特に接触制限やアレルゲンの除外などでは、 非常に注意が払われており、栄養バランスと消化の良い胃腸に負担のかからないメニューが採用されている。内容は医師の治療に基づいた献立計画を主に管理栄養士が作成して調理を行う。その一方で、配膳に時間がかかる病院全体で一律のメニューしか出さないことから、長らくは冷めてしまっていて美味しくないや食欲がそそられない。 ともされ、胃腸への負担がかからないように薄味であることもあって、あまり好意的には受け取られなかったが、近年では食生活の多様化や、医療もサービス業であるという考えもあって、集中調理でもカフェテリア方式を導入する、メニューをいくつかの種類を設けて選ばせる、配膳方法を改善するなどして、きめ細やかなメニューを温かいまま提供している、要因もある。現在では、人件費の削減を、 主な理由として、クックチル方式が普及し始めている。調理済みの食品を急速冷凍して保管し、配膳の際に解凍するというものである。調理を食事の時間に合わせる必要がないため、集中的に調理を行うことで、より少ない人数での調理が可能となる。また、調理直後に急速に冷凍を行うことで、細菌の繁殖しやすい温度帯を速やかに通過させ、 食中毒の発生を抑えるという効果がある。クックチルには冷凍された食事をスチームコンベクションオーブンなどで加温した上で適温配膳車を用いて配膳するクックチルと冷凍状態のまま盛り付けを行いヒーター等の熱源を内蔵した再加熱カートで直接加温を行うニュークックチルがある。クックチルは従来の厨房に冷却と保管を行う設備を 追加するだけで実現が可能だが、過温後の配膳となるため、配膳に時間がかかれば、細菌の繁殖を許してしまうことになるので、ニューククチルと比較すれば食中毒発生のリスクが高い。ニューククチルでは導入コストは高くつくものの、食中毒発生のリスクや人件費をより低く抑えることができる。特に一箇所で、 集中調理を行うセントラルキッチン方式はこのクックチルと相性が良く、セントラルキッチンで調理され冷凍された食事を各病院に必要数配送し、各病院で解凍と配膳を行えば、病院側で調理に必要な設備や人員を用意する必要もなくなり大幅なコストダウンが可能になる。またセントラルキッチン方式では、ハサップによる衛生管理を行うことで食中毒発生の リスクをより低減させることが可能というメリットもある。病院給食は配膳方式によって次のように分類される。日本では1889年に内務省によって格気の患者に対する病院給食が開始された。1902年には聖路科病院。1920年には慶応義塾大学病院で病院給食が導入されている。戦後、 1948年の医療法交付により、病院給食が制度的に確立された。老人福祉施設における給食においては、利用者の特性から、特に食欲の低下、味覚、嗅覚の感受性の低下、咀嚼力の低下、接触、塩化機能の低下、消化、吸収能力の低下、胃腸の運動能力の低下、生態防御機能の低下などに考慮した。 混雑作りが必要となる。塩化能力の低かったり噛むことの困難な入所者には、今まではすりつぶした魚や、ほぐした魚が使われてきたが、見た目に食欲をそそるものではなかった。しかし骨をピンセット等で除去した後柔らかくなるように調理し、パックした製品が作られたことで、入所者が昔食べていたように魚を食べることができ、目にも美しいため楽しく食事ができるようになった。 福祉施設である保育所においては、昼食とおやつが給食されている。事業所給食は労働者を対象に、オフィス、工場、寄宿舎等で供される給食である。社内での給食については、社員食堂も参照。対象による分類教職形態による分類事業所給食は、食堂配膳方式と弁当方式にも分類される、日本の近代的な給食制度は、 宝石工場などから始まったとされ、1872年に官営と三岡製糸場において給食が導入された。第二次世界大戦中は軍需工場で給食が行われた。戦後、工場給食は1955年頃から全国的に普及した。世界的に日本の自衛隊を含む軍隊の内部においては、勤務内容に応じて様々な形態の食事が、 隊員に当てがわれる。主に駐屯地、基地、官邸ほか関連施設内における給食では、勤務や訓練で消費するカロリーを、とにかく補給させるため、比較的ボリュームに富む場合が多い。調理は大胆を極め、人体に安全なレベルにまで希釈した漂白剤で、キャベツの千切りを殺菌する場合もある。これは、衛生面を意識したハサップによるものである。いかなる事態でも、 隊員の健康状態が重視されることから、調理器具や食器の洗浄など、衛生面における配慮は厳密になされている。しかし自衛隊の給食は、近年格段に味が良くなっており、基地、駐屯地によってはレストラン並みの食事が支給されるところもある。これは基地に所属する栄養士の関与が大きく影響し、基地、駐屯地ごとの差が大きい。 また陸上自衛隊に比べ海上自衛隊、航空自衛隊の給食の方が味が良いと言われている。これは、陸時の場合は人員すなわち一度の調理量が多く、また調理に当たる隊員の多くが1000人ではなく、一般隊員が交代で差し出されることになっているため、どうしても味が大味になるとのことである。海時、空時の場合は、調理に当たる隊員は専門職であり、 徹底的な調理の教育を受け実施している。旧日本軍ではこれらの給食を閉食と称しており、日本陸軍では軍隊調理法といったレシピ集によって炊事担当の兵が調理を行い提供されていた。一例として日本陸軍における閉食については、軍隊調理法閉食を参照。また有事や演習では食事を悠長に楽しんでいられないことから、 基礎訓練の段階では早食いを叩き込ませ、特にアメリカ海兵隊のブートキャンプでは、新兵は共感である、連兵軍装よりも後に食べ始め、かつ先に食べ終わらねばならず、死後も禁止とされる。その一方で、食事は隊員の大切なレクリエーションでもあるため、土曜日、日曜日などの特定の曜日や祝日、記念日には人気の特別メニューが組まれる場合も多い。 アメリカ軍では、給食が支給されるのは、歌詞カンペのみで、事弁調達が基本である将校が給食を、喫食するのは料金を支払った場合か、戦地では給食支給に限られる。自衛隊や、旧日本軍においても、無料で給食が支給されるのは、創始の内基地、中屯地内に住む映内者社であり、映画会社である幹部、一部の創始、事務官等職員は事弁調達及び、 有料支給である。フランス陸軍のレーションまた、演習地や戦場といった野外では、広報で調理された給食が、大型容器で舞台に配られたり、レーションと呼ばれる缶や、レトルト入りの蛍光食が提供される。校舎は、屋外で手や、スプーンフォーク等の簡単な道具を用いて、高いカロリーを短時間で摂取できるよう配慮されているほか、チョコレートや飴玉などの菓子類が付属している。 これら菓子類は、カロリー摂取も、去ることながら、商兵の指揮向上や、気力の維持に役立つと考えられている。食事は戦闘で感じるストレスを緩和させる、重要な娯楽でもあるため、これらの食事は見た目や味に近い地改良が加えられ、メニューも飽きないように増やされている。ただ、保存性や、輸送の便が優先された結果として、見た目や、 風味などの要素が犠牲になっているレーションも見られないではない。例えば、アメリカ軍採用レーションは、兵士を飢えさせず健康を維持するという機能性の面では合理的だが、常に改良を受けているとはいえ、風味の面での悪さがやゆの対象になるほどである。日本の刑務所では、所内の給食を刑務作業の一環として、長らく自炊が行われてきた。 しかしながら副役州の高齢化などにより人材確保が困難となり2015年度以降加古川刑務所、岩国刑務所、高知刑務所を皮切りに民間委託が始まった。なお、高知署でも同様に民間委託の給食が始まっている。アメリカ合衆国の刑務所では民間企業による給食が行われてきたが2000年代に入ると次第に状況が悪化。 刑務所によっては、昼食の量が減るとともに、質もサンドイッチと小袋のチップスなどのように極端に悪化するようになった。ありがとうございます。